M52 はカシオペア座にある三階星団。約200個の若い星からなる。この星団の集中度は1立方パーセクあたり55.7個であり、M11 と同程度で三階星団としてはまばらな型である。全体の形は不正形の半円とか不正三角形とか東南を指す細い矢などと表現されている。マラスは針の姿に見立てた。 鳥の形に見る人もいる。双眼鏡では、星雲状に見えその中にわずかばかりの星が浮かんでいる。合計6センチメートルの望遠鏡では、この星がはっきりしてくる。合計10センチメートルの望遠鏡ではさらに多くの星を分離でき、明るくびっしりと星が集まっている様子がわかる。全部の星を分離するには、合計30センチメートル程度の望遠鏡を必要とする。 1774年9月7日に、フランスの天文学者、シャルル・メシエが、モンテーニュ水星を観測中に発見した。メシエは、非常に微かな星の集まり、星雲状物質を交え、普通の色消し望遠鏡で見えると記している。ジョン・ハーシエルは、大きく星数が多く、丸く集中している。星の等級は9から13等と記した。 スミスは乱雑に星が巻かれているが、三角形を作る星の頂点に大々色の星が置かれ、羽を伸ばした鳥のようである。七から八等級の星二個が先行し、他の同じぐらい明るい星が後続すると記した。ウェップは不規則。よくあることだが、大々の星があるとした。ありがとうございます。